こんにちは、ジャヤです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。左を向くなというコースなんですが、これよくあるコースだと思うんですけど、めちゃめちゃ難しそうだし、めちゃめちゃ面白そうなんでプレイさせていただきます。ありがとうございます。これもう何回かやってますよね。もう2、3回こすってるんですよ。左向くな系。他の実況者さんの動画とかも見ていけば、もう何十回もこすられてるネタなんだけど、それでも面白いのがこのコース。しかし、あえて左を向いていく。ああ、ドッスン左向くと落ちてくるパターンとかあるんだね。とりあえず入っていきます。わあ、うわあ、降りてジャンプして、降りてジャンプしてどうすんだ。あ、違う、これもうダメだ。ちょっと待ってね。やり直します。こう。これで多分ギミックがリセットされるんで、オッケーオッケーオッケー。どれくらいの勢いで落ちればいいかわからないんだけど、ガン。バーン耐えた。オッケー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 。結構、もういいんだね。結構ガッツリっていいんすね。うわ、むずそう。ここ、うまいうまいけど、いけがたいんかった。乗って、一瞬、一瞬向けばいいんじゃない？あ、いいんだ、一瞬、一瞬なんかね、いけますね、これ。一瞬ならいけるいける。あー、そうなんだ、これいい情報。ジャンプしていいんだよね、でも。パーン、パーン、届かないんかーい。ポン！やった！いけた！上の情報もっと見たい。うーわ、これむずそう。いやー、行き過ぎ問題でした。完璧！オッケー！中間置いてくれてるかな、これ。やばいぞ。これやり直しすごい大変だからな。どういうことなんでしょう？一旦オフ。オンオフの、あー、了解了解。急いで行かなきゃいけないっぽいな。え？間に合うこれ。行きます。うわ！一回戻るわ。一回戻るを選択して。あぶね。ゴー。ポン。ポン。戻る。戻る。うわー！間に合わなかったー！全然間に合わないじゃん。やーば！とてもじゃないけど間に合う気がしないっすね、これ。めちゃめちゃむずいっす。超スピード。ポン、ポン、ポン。降りる、降りる。うわー、無理くり入る。左向いて、ご両親行く。いやー、中間ありがとう。これめちゃめちゃいい中間。この中間なかったら心折れますよ、これ。めちゃめちゃむずいもんだって。うわー。はい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 。え、向いちゃうんだけど、左。え、どういうこと？はい、届かないよ。こう。惜しい。大きく切り替わってよ。チェックした。あ、でも流れ分かりましたね。そういうことね。はい。はーい、はーい、はーい、はーい。はい、オッケー。一瞬左向いたけど、オッケーでした。わからん。わー、ダバダー。ダバダー。これ下、上、どっち先？上かな？あ、やばい、Z って書いてあるし。ははは、取れてねえし。いや、めちゃめちゃ左向いてるけど、OK なんだけど、いいんか。まあ、いけたから OK。うわ、むずそう。間抜けましょうだね。でも、これいけるようになってる？ちゃんと。うん、こっこ。さすがにだ。めちゃめちゃ右向いたからダメだったわ。こっ。いやー、うわー、あー、ダメだった。届かないんよなー、左向かないと。このまま？いやー、届かないよなー。ご了承します。ご了承します。ご了承します。うわー無理くり行きます。これいい。あー、ダメだったー。いやー、届いたー。やったー。やっといけたー。力ある？うわー、お疲れー。めっちゃ時間かかったね、ここまでね。ここは左見てもいいんだ、やった。オッケー、最高。まだ続くよね。どういうことだろうね、これね。まずはギミックを理解した。オフがなんか、タイミングよく切り替わる仕組み。ここがいけねえよな、でも。オッケー、無理くり行って。とりあえず、行けるとこまで行ってみた。これ超きついじゃん。わーい。いける気しないもんな。上上がって上上がって、鍵取って戻るだよね？え？これ、全然戻れんくない？え？
どうやって戻るのこれ。あ、ジャンプ入れて戻るのか。うわやばい、これ死ぬわ。危な、端っこじゃないとダメなんだね。で、右押しっぱなしで抜けていって、調整入れて、わーわー、これと一緒に行かないと。おっきょ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 、いけるようになってる。すごいすごい。で、土管入って、あ、めっちゃズルしていく。こうだね。ごめん、ズルしちゃった。まあいい、いい、いい。え、これめっちゃむずいぜ、最終ギミック。うわー、お疲れー、ズルしちゃっためっちゃズルしていく。ありがとうございます。やはり、ちはやといえばズル。俺さ、ズルはしたんだけども、ちょこちょこさ、左向いても、何気クリアできるのな、これな。これすげーぜ。え、これね、これすごいよ。左向かずに完全クリアした人はマジで周り目うまいと思う。みんな挑戦してみて。俺すげえ楽しかったなー。いやね、最終ギミックとかマジでシビアだ。やばいよ。うわー、よろしくお願いしまーす。どこまでマリオチャレンジ、今度は左向いていいってなったら結構やりやすい。え、てかさ、マリオって左向けるとこんなに簡単なのかって思っちゃった今。やられたけどね。やられたけど。左向けるっていうのは調整ができるってことなんですよ。うわ、調整できるとこんなにやりやすいのか。同じとこで2回死んだらさ、調整できるのめっちゃ簡単じゃんって言ってて、ほっ、信憑性なくなっちゃうから、やめてください。しっかり言ってください。お願いします。あーうわ。いや、スクロールだとこんなむずいのか。黙っちゃうな、でも。いや、スクロールはスクロールの難しさがあるよね、やっぱね。うわー。勢いなくなった時がやべ。わー、危ねえ、オッケー。すいません。訂正させてください。めちゃめちゃ難かったです。調整できても、スクロールは難しかったです。すいませんでした。調子乗りました。フォー・ジョセフ。お友達のコースだね。お友達に向けたコース行きます。さあ、さあ、早速ズルしていく立ち回り行きましょう。見っけてしまったら、行くしかないよねー、わーさあ、がっつりズルをぶちかましていく立ち回り。これも、あえて音符を切り替えず被るという選択肢ですね。あー、戻ろう。いや、大丈夫です。こっから行くわ。こっからズルする。オッケー。ズルが止まらないね。オッケー。うおー、びっくりした。危ねえ。これ乗っていくパターンだな。オッケー。よいしょ。高さを、あ、上行くのか。間に合うか。間に合うか。伸びてくれ。伸びてくれ。うわー、ダメだったしかし、ズルを諦めない男。ズルが止まりません。この男。この男、ズルが止まりません。懲りない男。さあ、懲りない男いきます。早めに乗んないとこれ。上に上がんないから、急げ。危ない。これはいけそうですね、角度的に。ありがとうございます。乗ってて大丈夫だし、なんなら上行けるんだったら行こうと思ったんだけどダメ。ズルはここまでですね。さあ、土管入っていきます。ここで初めての、ようやく。初めての裏面。今までだいぶすっ飛ばしてきましたからね。金はざわす。ありがとう。これ、出てくるまで時間かかりますよ。え、これは裏面なので、一回表に帰りたいっすよね。右飛びできそうですけど、ここは、表に帰る。オッケーオッケーオッケー。足場がしっかりありました。50個も通る。土管入る。んで、何もしなくてそのまま降ります。その左足が非常に気になる。ええびっくりした。やられたかと思ったぜ。オッケー、降ります。入ります。もう一回入るっぽいけどなー。赤土管。と思ったらなんか、行けるとこが。あー、さすがに舐めた。え、でも跳ねがあるかめちゃめちゃ簡単。跳ねなくても全然行けると思うし。これ下です。行くよね、男なら。男なら、行くだろう。大丈夫、戻れる。いや、違う、ズルできるぞ、これ。オッケー、間入って。おぉ、戻っていく。うわぁ、ズルできるけどな。ここは一旦シンプルに行くか。シンプルに行こう。うん。左行きたいよね。これがカルワか。これ、あるんか？あるか、よかった。さあ、赤土管入る。赤土管に入る。これでゴールかなーと思ったらまだある。あ、でもゴール続いてるかも。え？いや、いける。そういうことか。こうか。え、これいける？
けそうでいけない。ちょっと食らってくるか、どっかで。あー、くぅ。これも同じことだよね。できないよね。だよね。うわ、積んだ、積むな。やめろ。やめてくれ。多分ね、そう、これは多分できないんだよね。ああ、ダメだ。うわー、ダメだね。ダメだね。やり直そう。畜生。これがカルマか。最初からチビできた。一個左だったはず。オッケー。これで、どやー。今度こそ。今度こそクリア。ねえ、結局さ、ズルしたけどさ、プラマイゼロじゃない?これ、奇数的に。結局3回くらいやられたよね、俺。これダメだろ。これ意味ねえよ。ちくしょう。やられた。完全カルマだ。ズルすんのは楽しいけど、奇数増えないんじゃ意味ねえんだよ。皆さんいつもコメントありがとうございます。マリオメーカー2、100回やって1回しかクリアできないっていう動画タイトル。クリア率 1% 簡単そうじゃん。えっていうサムネイルの時のコメントを読ませていただきました。これちょっと家族的にちょっとね、苦しいんだよっていう相談の時だったんですけど、この時のコメント見てて、自分反省しないといけないなって思ってて、質問とか相談って受けると、基本片側しか意見聞けないんで、全体図が見えづらいから、どうしても片側に寄りがちになるじゃないですか。それを意識して、なるべく、まあ、想像も広げながら、5対5っていうか、なんて言えばいいんだろう、片側になるべく寄らないように、自分が思ったことを伝える意識をしているんですけど、今回、見方によっては、親御さん側に7、質問してくれた方側に3くらいの割合で答えてしまってるかもしれないって、改めて、皆さんのコメントとか見ながら思って、コメント欄の中で、その理由がわからなくてもいいんじゃないっていう風なコメントがいくつか来ててさ、ああその通りだなと思って、俺理由見つけて伝えようねって言ったんだけど、そうだよね、その理由がわからないっていうことすら、理由がわからないっていうところでももうすでに親御さんに伝えられるよなと思ってさ、本当にその通りだなと思って、だからコメント欄の皆さん本当ありがとうね。いやー、これ相談者さんに辛い思いさせてしまったかもなーと思って今反省中です。本当にごめん。まだ本人から連絡とかコメント来てないけどね。もしこれ見てたらコメント欄も全体的に見て客観的に捉えてもらえてたらありがたいなーって思いました。自分から伝えたいな、本当にコメント欄の皆さんありがとう。めちゃめちゃ救われました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。